どんどん見ていきましょう。おっと？おっと？ Now, we now have the power. 我らに力はあり。一体どういうことでしょうか？私がメガネをコイ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 としてますが、一体どういうことでしょうか？うん、When you see Hololive members and other subreddits and people start asking for the sauce.実はね、ホロライブでこうやってミームがね、めっちゃ今ね、いろいろ毎日生成クソミームされてるんですけど、うんうん、このミームのテンプレみたいなやつが、みんながね、ホロライブで作ったミームがね、別の、普通のね、ホロライブとは関係ないミームの場所で使われ始めてるんですよ、実は。え？最近。なるほど。で、はい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 、それによって、ホロライブをね、全然知らない人が、このミームのソースって何なのってね、聞くことがね、多くなってきてるんですよね。なるほどね。そうそう、はい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 、ホロライブだよ、みたいな。ホロミームから生まれたやつやで、みたいなのがね、実は最近ね、増えてね。そう。どんなのだろう。コメントによくあってね、そう、シュバルゴダック。今一番熱いのが、スバルパイセンの、シュバルゴダックのね、うん、アヒル？スバルパイセンの帽子をかぶったアヒルが踊りまくってるやつが今ね、かなりバイラルになっておりまして。そうなんだ。そうなんですよ。でも確かにスバル先輩とがなんかダックっていう印象なければ、このダックはどっから来たんやってなるから。そうなんですよ。そういう意味だったらね、どこ出店なのってなるかもしれない。VTuber 全く知らない人がもう今あれを自由にミーム化してて。で、いや結局あれってどっから出てきたんだろうってなった時に、うんうんうん、なった時に、他の VTuber 全く知らない人に、この、そのね、ホロライブさんのミームの出典を聞かれた時の俺、クイクイ。なるほどね。ここですけどみたいな。なるほどね。いや、どんどんね、そういうことでね、どんどん広がってるらしいんだ、VTuber の文化が。VTuber の文化を広げてると知らない人たちが、VTuber の文化を広げてくれてるんでね。じゃあ、逆に、ダックから、スバル先輩の配信に対してびっくりするんじゃないですか？え、人間みたいな。あれ？あれ？俺のダック？もしかして人間？ハマるやんってなってね。そこから VTuber の世界に、ホロライブの沼にハマる人もいるのではないでしょうかね。Reddit me! Redditors! Good job! You guys have the power! ほんと。ありがとうございます、レディットの皆さん。どんどんミームを、クソミームを生成してくれてありがとうございます。ありがとうございます。